松田浩二はゲームデザイナー、イラストレーター、薬剤師、東京都江東区出身、女西大学薬学部卒、当初は松田博史というペンネームを使っていた、トゥルーラブストーリーシリーズのキャラクターデザインを及び原画で知られる。東邦大学附属東邦校にて、後にインターチャネルでゲーム開発に携わる田豚敏夫らと知り合う。これが縁となり、大学時代は、 食べ電と別の大学に進むも、ゲームソフトを開発したり、月刊マイコンにて、ゲーム紹介記事や、イラスト4コマ、漫画などを執筆したりした。これらの記事、特に4コマ漫画、頑張れ食べたくんはアナーキーかつ彼ら、食べ電ファミリーの腐れ縁ぶりを如実に示しており、それまで硬派な印象のあった月刊マイコンにあって、異彩を放っていた。 なお大学で松田は漫画研究会に所属しており、この時の後輩に後に漫画家としてプロデビューする浅見優子がいた。この縁で浅見も月刊マイコンにて4コマ漫画を執筆することがあった。大学卒業後はビッツラボラトリーに所属し、家庭用ゲームソフトの移植作業などに携わった後、代表作であるトゥルーラブストーリーシリーズの原画を手掛ける。 家業の薬局を継ぐため、トゥルーラブストーリーさんを最後にゲーム業界から身を引いている。ありがとうございます。